エベアツオエベアツオは日本の教育者、旧西高知高等学校の初代校長を務めた、新潟県北貫原郡科山で生まれる、尋常小学校卒業後寺院に入ったが、後に京都市の新修大学に進学した、1898年、早稲田中学校に転学5年生に編入される、第一高等学校に進み、卒業時は、 川田淳と同窓であった。1902年、東京帝国大学文科大学した高知高等学校の初代校長に就任した。当時まで46歳だったエベは全国で最年少の高等学校長だった。1923年4月16日の第1回入学先生式で約200人の学生を前に訓示し、その中の感激あれは高度 感激なき人生は空虚の生活なりという一説は学生たちに感銘を与えて長く語り伝えられた。しかしすでに高等結核に罹患していたエベは同年12月に外交からの在任8ヶ月で死去した。前期の訓示などのエピソードから名物校長として神話化とも評される扱いを受けた。ABCDEFG、旧制高知高等学校長。 エベアツから、広報豊坂1999年11月号、豊坂市、P22ABCD 丹野義彦、旧制高知高等学校を歩いてみよう。東京大学教養学部、2016年、ピアニッシモ、19から20、より岡隆史寺、旧制高校から見た、青春概念の形成から、東アジアにおける知的交流、キーコンセプトの再検討、国際日本文化、 研究センター2013年ありがとうございます。